my darling, oh my darling, oh my darling. お父さん、すぐにまた会える。日本で落ち合おう。第二次世界大戦後、パラジディジャーエタシッカ、無実の罪を着せられ強制収容所ラーゲリに捕虜となった一人の男がいた。あの、どこでロシア語？学生の頃からロシア文学が大好きだったんですよ。大丈夫ですか？私に近づかないでください。おい、どえ、俺たちはいつまでここにいるんだ。山本です。冬の間は気づかなかったんだけど、シベリアも空が広いんだなって。その何で生き続けなくちゃいけねえ。こんなとこで生き続ける意味は俺にはもう何もない。何もなくても、それでもそこには絶対希望があるんです。死ぬ覚悟より生きる覚悟の方が大変なんだ。ささやかというものがどんなに大切なことなのか、今この映画をやる意義というか。あの人は必ず帰ってきます。約束したんです。山本さんとモジミの素晴らしいラブストーリーだなっていうふうには思います。妻よ、私はあの日の約束を忘れていません。山本さんがたくさんの人に希望を与えたということ、こんな実話があったんだということをたくさんの人に知ってもらいたい。見ていただいて、それぞれの価値観でこの映画と向き合ってもらって未来につなげていく。生きるのをやめないでください。山本さん、山本さん。過酷な日々の中で彼はなぜ生きることをやめなかったのか。あなた、早く帰ってきて。あなたに会いたい。ラーゲリより愛を込めて、あの日の約束を必ず守ります。